買いすぎには気をつけてくださいね。ねえねえみんな、一緒に写真撮ろうよ。ハマってるものとかありますか？ハマっているもの？それを聞いてどうするんですか？この後、みんなでさよの誕生日パーティーするでしょ？せっかくだし、さよの好きなものを取り入れようってなってさ。今日は、氷川さんが主役の日なので。ええ、遠慮せずに言ってちょうだい。そうですね、最近だと100円ショップが面白いと思っています。え、100円ショップ？なんかちょっと意外なとこから出てきたね。そうかしら。低価格で便利なものがたくさんあるのでとても興味深くて。例えばどういうものがあるのかしら？このカバンの持ち手につけている輪っかですね。左右に開いてフックのようになるんです。これがあればテーブルなどにバッグをかけることができて、床に直置きせずに済むので重宝しています。すごいすごい、箱おしゃれなアクセサリーかと思ってました。ええ、デザインがシンプルなので悪目立ちしないのもいいところです。他にもこれなんかは。ストップストップ、せっかくだしさよに100円ショップを案内してもらいながらパーティーに使えそうなのを探すっていうのはどう？いいですね、私あまり行ったことがないので。わかりました、では早速移動しましょうか。ただ皆さんに一つだけ言っておくことが。買いすぎには気をつけてくださいね。写真撮ろうよ。いいねいいね、お誕生日パーティーの記念写真。ああ、そっか、それもあったね。お、てっきりそうだと思いましたが違うのですか？うん、違うよ。最近ハマってるアプリがあってさ、それを使って写真撮りたいんだよね。それは普通の写真と何か違うのかしら？加工がされるとかですかね。まあそれは撮ってからのお楽しみってことで。じゃあみんな集まって。はい、チーズ。うん、できたできた。見てよこれ。私の顔が佐藤さんになってます。佐藤さんはポスターだけど、中に写ってる人をよく見てほしいの。あ、あやさん、そんなところにいたんですね。あはは、ポスターの人と入れ替わってしまったんですね。そんな、私もそっちに混ぜてよ。よかった。
生日おめでとうございます。これ二人で選んだんだ。よかったら使ってほしいな。お二人ともありがとうございます。これは膝掛けですか？はい、アコにサヨさんのプレゼントを相談したら、スタジオでたまに寒そうにしてるって聞いたんで。バイト中にトモエちゃんからその話聞いたとき、授業中もたまにそういう姿を見かけるなって思ったんだ。なるほど。自分では意識していませんでしたが、言われると確かに心当たりがありますね。素敵なプレゼントをありがとうございます。ううん、アコちゃんがサヨちゃんのことをよく見てくれてたおかげだよ。感謝しないといけませんね。トモエさん、アコさんにもよろしく伝えておいてください。わかりました。サヨさん、アコのことこれからもよろしくお願いしますね。ええ、もちろんです。ひな先輩、お誕生日おめでとうございます。じゃーん、見て見て、プレゼントはハグミとナナミンで作った手作りカプセルトイだよ。わー、二人ともありがとう。ルンポッコス？ヒロマチとハグ先輩でヒナ先輩がルンってしてくれそうなものをカプセルトイに詰めた、名付けてルンポックスです。ナナミンとたくさんルンとしそうなものを探したんだ。今日はいっぱいヒナちゃんをルンってさせちゃうよ。面白そう。回す前からもうルルルンってしてる。ねえねえ、もう回しちゃっていい？もちろん、ハグミも何が出るのか楽しみ。ぜひヒロマチとハグ先輩のルンをコンプしてみてくださいね。うん、いくよ。えい。ん、これなんだろう。お、ヒナ先輩、これは私が入れたやつですね。大人気食玩であるユーマと出会えるシリーズ第1弾のシークレットになります。おお、これってモズマンだっけ？こんなの初めて見たよ。これはなかなかルンとするかも。ハグミが入れたやつもきっとすっごくルンとしちゃうと思うよ。おお、なんか楽しくなってきたね。それじゃどんどん回すぞ。